貴重の垂れ衣を引き上げて、源氏が中を見ると、夫人は美しい顔をして、そして腹部だけが盛り上がった形で寝ていた。他人でも涙なしには見られないのを、まして夫である源氏が見て、惜しく悲しく思うのは道理である。白い着物を着ていて、顔色は病熱で華やかになっている。たくさんな長い髪は中ほどで束ねられていて、枕に添えてある。美女がこんな風でいることは、最も魅惑的なものであると見えた。源氏は妻の手を取って、悲しいじゃありませんか。私にこんな苦しい思いをおさせになる。多くものが言われなかった。ただ泣くばかりである。平勢は源氏に真正面から見られると、とても決まり悪そうにして、横へそらすその目でじっと、夫を見上げているうちに、涙がそこから流れ出ているのであった。それを見て、源氏が深い哀れみを覚えたことは言うまでもない。あまりに泣くのを見て、残していく親たちのことを考えたり、また自分を見て、別れの耐え難い悲しみを覚えるのであろうと源氏は思った。